この装置は資料に X 線を照射し、解説反射してくる X 線を測定することで、化合物半導体から多結晶金属箔膜まで、あらゆる箔膜材料を統合的に解析することができます。特にエレクトロニクス分野で使用される結晶性に優れた薄膜の分析に威力を発揮し、薄膜材料を研究する上で欠かせない光子定数、基板との配光関係、膜圧、歪みなどの情報を資料を破壊することなく得ることができます。また資料の結晶性レベルや測定方法に合わせて、使用者が入社モジュールや受講モジュールを簡単に交換することができるのも特徴です。